チャオあっちゃんです。今日のあっちゃんのアイスタイムはちょっと珍しいもん見つけて、ブルボンの、モナカやねんけども、フェットチーネグミのグミーツイタリアンマスカット味、グミアイスの美味しい出会い買ってきました。この前ねちょっとノイズが大きかったんでね、ちょっとエアコンの風下げるけどね、暑いかな。ちょっと待って、ではいただきます。なんかねフェットチーネグミが入ってねって珍しいでしょ、面白いですね。買ってきました。これねよっこいしょ、こんなタイプで、これちょっとポキンと折れるんでね、折ってみよう。普通のアイスでは、いただきます。あん、あん、グミ入ってるこれね、横向きにグミが入ってんね。あ、美味しい。これあの、ね、イタリアンマスカット、柔らかグミ入り、モナカ、チョココーティング、あ、ホワイトチョココーティングしてるんや。で、マスカット風アイス、あ、アイスはマスカット風アイスやんて。グミのマスカットだけじゃなく、あ、アイスのマスカット、美味しい。うん、あ、見た服用の、うん、美味しい。これ美味しい、美味しい。これおすすめ。結構美味しいよ。うん、これラムでね、80何円やって。ね、違う、レシートどこ行った、レシートどっか行っちゃった。あ、こっちや。フェットチーネグミは83円。茶は63円。安っ。63円でした。うん。グミのね、グミのこう、うにゃうにゃ感っていうのかな。と、マスカットの。マスカットの風味でね、めっちゃ美味しいよ。これはちゃん結構好きかも。うん。うん。ね、このホワイトチョコのね、チョコの風味も美味しいし、アイスのマスカットとかも美味しいし。結構あっちゃんね、このモナカアイスが好きでさ、よく買うの。そこモナカジャンボとか好きで買うねんけど、モナカ好きやわ、美味しいわ。これね、ほらグミが入ってる。グミもね、冷えてるけど硬くなってない。グミの食感でグニャグニャしてて、あ、グミのマスカット感強い。美味しい、これ。イタリアマスカットいいね。まあみんな内緒やけどね。ちょっと企画で撮影してきてんけど、ロケしてきてんけど、イタリアン食べてきたのよ、うん、高級イタリアンをね、うん、みんなにね、高級イタリアンばー食べて、姿近いうちに動画出すから待っとってね、うん、だからイタリアンからのイタリアンマスカット、うん、うん、高級イタリアンの動画ね、ちょっと時間かかると思う、編集するのに。いつ出せるか分からへんけど、言うとっても明日出すか分からんけどね。いや、この前に出てるかもわからんけどね。まだわからへんねん。あ、前に出へんのか。夜19時30分に出すからね。イタリアンが出たら、あ、これやったんかと思ってください。はい、イタリアン続きで、ね。美味しいわ、これ。こう1位のリピアは、これ3種類あって、
イタリアンマスカットとイタリアングレープとイタリアンレモンやったかな、3種類あったよ。今度違うの買ってみる。ラムネしか見たことないよね。ブルボンやから他の店でも売ってるかも分からへん。うん、美味しいよ。うん、暑さ、さっぱりすっきりするわ。美味しいね。ちょっと雨降りして、あのね、マスカットのね甘酸っぱい風味とね、あのバニラのアイスの風味がねすごい出ててね、美味しいね。グミがねさらにマスカット感が強いね。チョココーティングしてあるのがなんていうのかな、マスカットの酸っぱさをミルキー感に変えてくれてるのかな。もう目つぶって食べたらパフェ食べてるみたいな。言い過ぎ。美味しいね。これはあり。あなたの好きなアイスの一つね、多分。チョコモナカジャンボの前の車が車止めに乗り上がった。危な。チョコモナカジャンボみたいにチョコ感が強くない、パリッとはしてないんだけど、ほんのり薄いねチョコが入ってんのよ。美味しいな。それとね、グミのねあのグニグニ食感、これが満足度が高い。すごい満足する。美味しいね。美味しかった。ということでね、今日のあっちゃんのデザートタイム、アイスデザートタイムは、ラムーで買ってきた、なんか言おうとしてね、ラムーで買ってきたブルボンの、フェッチーネグミ、フェットチーネグミのグミとアイスの美味しい出会い、フェットチーネグミグミーツ、イタリアンマスカット味、柔らかグミ入りでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ラムーで68円、結構お安くって美味しいアイスじゃないのかなと思います。まだ今度あの3種類味あるんで、他の2種類も食べてみたいと思います。ということで今日のあっちゃんのスイーツタイム、この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのスイーツタイム良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。